白石市で開かれた防災訓練には市の職員や消防団などおよそ230人が参加しました。訓練は午前8時に震度6弱の地震が発生したとの想定で、防災センターに災害対策本部が設置され、職員らが被害状況などを確認しました。また火災が発生した想定で、およそ500メートル離れた用水路から消防ホースを連結して水を送る遠距離送水訓練も行われ、参加した消防団員らが手順などを確認していました。白石市の消防団が遠距離送水訓練を行うのは初めてで、市は山林火災などの際に生かしていきたいとしています。